最後の空投げが甘かった。最後だけじゃねえか。いや、だって首つかれるんの。さあ次出てくるのはエンさんのスレイヤーです。ポイントは さあ行きましょう。しかしこれ0回戦ということで、これに負けても負けトーナメントがありますし、こちら勝ち上がって次の試合負けても負けトーナメントがあるんでね、まあ適当にやっていただければと思います。適当じゃないですね、適当はね、いい意味で適当なんでね。さあダメージ、ファイルが上手い人と言った後にガードされてしまうと非常にちょっとこの悲しい空気がね今一瞬流れましたけども、ダメージ。さあガードさせてからのケミカル、じゃあ、おー、うめえ、無敵吸血から早い展開が、マイビーじゃんけん降りてきて、うおー、パイルバンカーからのダメージ、ロマキャンからのマイケー。一本選手はエンスレイヤー。エンさんのね、スレイヤー本当に丁寧に丁寧に、そしてパイルバンカーを打ち込み、コパンを打ち込みという感じでね、いいですね。さあ 2K、 ここはダウンまで奪って置き攻め、中段レイト重ねからのダメージ。さあマイケフェイントからの DOT も 50%、 75% 溜まってとんでもないことに、ダメージ。ジャンケがめくり、タスケからクッションシャー見ないのかな、狂言、この敗者の狂言ね、変な位置でガードしてしまうとガードがね間に合うぐらい硬直が少なかったりするっぽいんで、めんどくさそう。マイハイヒットからの中段を立ってる、しっかりフォルトに離して立ち系で勝ったのはエンスレイヤー。しかし3立てですね、すごい素晴らしい。今の復帰撃破すげえな。さあ残るプレイヤーはジュンさんのメディア、ゴドルフィンさんのメイ、フィーノさんのベノム、そして 2P 側はエンさん、今出てるエンさんと、フィーノさんとなりますね。あ、フィーノさんじゃねえ、フィーノさん分裂したわ今、こいつさんですわ。ハメンチョ大丈夫、いけるいける。さあ出てくるのはジュンさんのミリア、ギルチ村ということでね、村民が出てきました。ギルキチ村って今何いるんだっけ。あ、お疲れ様です。今日はあと里とあれなんでよろしくお願いします。あのハメンチョがいれば、ああ、あ一緒に全国に行こう仙台から宮崎まで。さあマイケーから画面欲しい。お土産、まあ、トマトやばかったね。みんな必勝勉強しました。あとさあ、ね、ハメンチのお土産話をしているところで大阪さん到着ということです。さあこう世話しなく動き回るミリアに対してゲージをもう回収しきっているエンさんのスレイヤー、あとは捕まえてしまえばといったところですね。マイハイスラからまあここで投げ、まずは 50% 使ってジャンプD。さあもうパンチ素晴らしい、いい判断ですね。ハメンチとハウリングしてるっぽいわ。あS ハイスラジャンD落とせず、ジャンハイからちょっとこれ気まずいぞ、どっちだどっちだ、足払い拾ったが、ここで届かず、針を持っているか、ダッシュに助け、ちょっとハメンチ喋ってみて、喋ってみて、これだ、こっちだな、こっちをちょっと下げさせていただきます。パイル決まって、画面端、さあ前パイルをうまく、パイル、パイルじゃないや、アンプレかな、いいよ、ハメンチそういう喋ってじゃないからちょっとこれ今ちょっとチェックしてただけ。さあ画面端固めていくさあパイル、いや、すいません動画、ここはミリアのジャンピーがヒットしたがガードは繋がらず、さあここからスレイヤーのコンボが繋がってエンスさんが勝った。いいよハメンチ喋んなくていいっつってんだよハメンチありがとうございました。
ちょっとあの音声のチェックをしたかったんです。さあそして副賞出てくるのは、ゴドルフィンさんのメ、あ、ゴドルフィンさんマグナムセイバーだったんですね。へー、行け、マグナムトルネードまあやっぱね、ネオトライダーが ZMC でしょ。サイクロンはナイスわいいえ、お前はスピンコブラでも持ってるわっつってあれはないでいけないでいけっすねはい、エンさんのスレイヤーとマグナムセイバーさんのメイ、ゴドルフィンさんですね。さあやっぱりエンさんが強いということでね、先ほどまでの徳井さんの作った流れを断ち切ってのこの連勝、そして打ち込み超痛い立ち合いからアンダー2、ジャンケー、ジャンケー、ジャンディー、無理せず落として体力半分以上奪う、 SK から飛ばしてジャンハイ、ジャンディー、あ、これはくるくるいって落とすやつですね。どういうことや、もうちょっとゲームを落としよう。さあ、クチダッシュ、マイハイすら確保が出ない。こうしてそのチャンスを逃さず捉える、うめえ、サマーから足払い、フェイントのビッグワンパー、バーストがたまったが、超かっこいいんだけど、今手の先で光ってた、かっこよすぎる。さあちょっとね、これはもったいないバーストしてしまって、ちょっと気持ち的に持ってかれてないか不安ですけども、頑張ってやりましょう。終わった？今で終わり。じゃあハメンチ何試合でしょうか。一人残り、はい、じゃあ8かな。8、はい、じゃあね、トンさんのチームを、トン、あ、アイマのチームでいいの？トンさん、トンさんが、え、どっち勝ったんだっけ。じゃあ次の試合からトンさんが入るみたいなので、もしあれだったら一人どっか適当に見繕って入れてください。こっちの方がいいかも。消すときはね、黒だけ消して、ハメンチュこれが赤ね。あ、ごめん、こっちだ。おお、すげえことになってた。素晴らしいですね。さあそして大将になります、フィーノさん。じゃあ B 番台、サトゥーもう来た、あ、来た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 、サトゥー来たんで、B 番台試合できます。おつおつ、 300万円です、300万円です。はい、おつおつ、うちのチームなんだけどよろしくすまんな、ちょっと見えない、呼べ。じゃあね、はいはい、じゃあいただきます。あ、おお、すいません、見えない。はい、こちらにお願いします。あれ、 AGF さんも入ってないんですか。じゃあ、はい、あ、そういうことか、わかりました、 OK です。じゃあ B 番台、ちょっどうしようかな。じゃあ、FAB さんのチームと、アッセンチームいきましょう。 FAB ポチョムキン、中村アミリア、カズキディジー、テレサジャム、サンマセンスのチームと、サクラローレル、イノ、オスカーイノ、オギちゃんセイヤ、メイマスロボ、ヤマチカセイソル、ヨワナチップチーム、 B 番台でお願いいたします。はい、今呼び出したチーム、アッセンチームなんで、手を挙げてこちらまで来てください。ちょっと今ここしかできないんで、呼び出しとなりました。ちょっともったいないけどね、負けトーナメントもあるんで来てください。はい、じゃあ、手を挙げてくださいね。サクラローレルさん、オスカーさん、オギちゃんさん、メイマさん、山近さん、ヨワナさん、6人チームです。いるかな？あ、いますね、こちらいます。じゃあ、ヨワナさんが今じゃんけんしてくれてますので、B 番内で試合行きましょう。よろしくお願いいたします。でも負けトーナメントあるんで帰らないでください。アッセンチーム誰かいないとかあったらこっちは行ってくださいと言ってる間に、勝ったのはエンさん、強すぎる。
強いよ。じゃあ C1 内は多分負けトーナメントが、あ、そっか、できそうですね。 C1 内負けトーナメントできます。今負けてしまった、純さんのチームと七夕さんのチーム C 番台で負けトーナメントです。で A 番台でじゃあ連戦で円さんのチーム